ありがとうございます。HBS ニュースです。広報推進委員の西田東光です。本日は、週ュから出ております絵本のご紹介をさせていただきます。まず、一冊目は、中西良子さんが絵を描かれました、月のうさぎ。そして、二冊目は、米田由香さんが絵を描かれました、心のこも。 土のお団子大葉の嘆きそして3冊目は私が絵を描きました本当の親孝行こちら3冊が修門から出ております1冊1000円ですぜひお買い求めをいただきたいと思いますそして修門のホームページでは私の紙芝居ご訪問が見れるようになっていますぜひご家族で ご覧いただければと思います。以上、HBS ニュース、西田瞳子がお送りしました。